はいみな、えー、さんこんにちはレック専任講師の横溝です本日は2023年度行政書士試験を受ける方に向けてのガイダンスということでまあ、合格のための3つの戦略というのをねお話ししていきたいと思いますまあ、どんな試験にもこう戦略というものがあってですねその戦略をきちんと踏まえて勉強していかないとやはり合格に たどり着かないということになるんでしょうね。ですから、その戦略の概要を、まあ、15分ぐらいですから、まあ、本当に短い時間なので、ざっくりとお話しできればいいのかなと思っています。で、まずこの戦略を知っていただくためにも、こちらご覧ください。えっと、こちらのところでですね、えー、記述式なんていう字がちょっと大きくなってますが、その下のところね、 あの出題の項目というのがずらっと上がってます。このぐらい大きくしましょうか。えー、上がっていますねで。そちらのところで、あの上から三番目、行政法っていうのがありますあの。なんだかんだ言いながら、出題の中心はこの行政法です。なんといっても、五種択一といって、マークシートの試験で、まあ、法令科目四十台出ますが、そのうちの十九問。だから、ほぼ半分が行政法です。他種選択も、三問中の二問が行政法だってことになってきます。 記述というような自分で答えを書いていただく試験の形式もあるんだけどそれも3問中1問が行政法です全部足したら112点分あります行政書士試験何点満点がご存知ですか これね300点満点です300点満点のうちの112点が実は行政法だってことになります民法は続いて76点分ありますだからなんだかんだ言いながらまず学習戦略としてどこからこう攻めていったらいいのか行政書士試験は忙しい受験生というかねまあ、お仕事をされてるとか 子育てをしているとか非常に忙しい方が多いんですねこの忙しい方に向けての勉強法というのであればやはりメイン科目を重点的にしっかり潰していくっていうのが何よりも大事だってことになりますまそれを考えると合格のための3つのポイントなんていうのが書いてありますがなんだかんだ言いながらこれポイントの1のところに出ていますがやはり民法と行政法というものをしっかり勉強するもうここにつきます そして一つ忘れてはいけないのはこのパンフレットには書いてないんだけれど民法行政法だけじゃないんですよ。もう一つ大事な科目がある。これもぜひせっかくなんで今日はね知っておいていただいたらいいかなと思いますがそれは何かというと憲法です。憲法が実は卓一、五種卓一マークシートの試験ですとですね5台出るんですよ。で 多市選択が1問出ます28点分しかないですだからそんな大した科目じゃないじゃないかって思うかもしれないけど違うんですこれ憲法は行政法のベースになっている科目ですだから憲法の理解がないと行政法がわからない部分が結構ありますだそのあたりを考えると憲法もメイン科目なんですそこも含めて法令の3つのメイン科目憲法民法行政法これをまず最優先で潰していく ということが何よりも合格のためには重要です。それから二つ目の戦略、それがポイント2というところに出てきていますが、まあ、一般知識科目っていうのもあります。ね、ご存知かもしれませんが、政治、経済、社会、情報通信、個人情報保護、文章理解って3つ出ます。3つのパターンから出されます。合計で14問です。もうこれもそんなに台数多くないんじゃないかなって思うかもしれませんが、ここね、14問のうち6問以上、 正解してていいいいなななとそその段階で不合格っていうそうううような状態になりますだからまあ14問ありますからねうん文章理解なんかはしっかり点が取りやすいところなんで、まあ、3問出ていたらそのうち3問中2問できれば3問取りたいとかそれから情報通信個人情報保護も比較的点が取りやすいだからそこで6問出てるでしょう年によっては7問の年もありますそういうようなところからできれば5台ぐらいは回収していきたい。 でその残りを政治経済社会から取っていきたい、まあ、あの6問が基準点ということになってるんですけど合格のためには8問正解が必要ということになりますだから8問ぐらい取ってる方が多いのね。ねうまくいけばもっと取ってる人もいますっていうそういうような話になりますから是非その辺り考えて一般知識もしっかり点数が取れるようにこうバランスですね 行政書士試験の合格のために必要なポイントの一つは何といってもバランスよく勉強すすることですそれは法令科目の中でのこの民法やそれから行政法や憲法ねこれをバランスよく勉強するのも大事だし法令科目とそれからこちらの一般知識科目のバランスも大事だしとにかくバランスです。それからさらさにもっと言えば インプットといって知識を入れていく勉強とアウトプットこれのバランスも大事ですいろいろな形のバランスを取りながら勉強していくっていうことがこの行政書士試験合格するしかも短期で合格するための必須条件だと思っていてくださいそしてそのマークシートの試験の攻略という時にですねこれ行政書士試験だけじゃない何が一番大事かご存知ですかこれは 過去に出た本試験の問題です。この過去に出た本試験の問題をきちんと研究すること間違えてはいけないのはこの過去問ってね最近は選択肢別に編集された本ななども売っています。なんかレックからもそういうもん出てるようですけれどそのような本などを使いながらそれをぐる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 何十回転もさせるみたいな勉強をされてる方も結構いらっしゃったりはするんだけれど別にそれが悪いとは言いませんが過去問は解くものではない。 過去問は読むものです。ね、過去問は読むものです。カレーは飲むものです。だから。 過去問は読むものなんだってことをきちっと知ってなければいけないそしてカレーは飲むものだっていうのも有名な話でしょって話になってくるのそのあたり、ね、しっかりと目的を持って勉強するってことができなければいけないんだっていう話なんですねあの過去問はただ解いてればいいだけじゃないどういうものがどういう形で出されていてっていうところをしっかり研究して勉強していかないとなんか一生懸命過去問やったのに違う形のものが出ましたとか 本試験では過去問が全然出てませんとかねで挙句の果てに過去問やっても意味ないんじゃないですか」みたいな話になってくるんだけどそれは間違いです。 そういうことじゃないんです。それは過去問の使い方が分かってないっていうことになってくる。正しく勉強するこれとても大事です。あの、やはり戦略を持って正しく勉強していくってこと、この正しい勉強法というものは、なんだかんだ言いながら、やはりね、もちろんご自分で身につけることもできるとは思いますが、レックのこのパーフェクトコースと言われるもの、合格講座ですね、特にこのあたりに出ている全64回の合格講座です。こちら、まあ、ウェブ、 講師、フレックス制というところには実は私が1人で収録しているようなコースもあったりはしますしそれからまあそこにもねどなたでも通学横溝休日クラスのズームライブ配信とかいうのもありますまあ,あの教室の講義をそのままズームライブで配信してご自宅で見れるみたいな状態にもなっていたりはします。このの合格講座の中で、 今言った戦略に基づいた正しい勉強法というものを各科目ごとにきちんとお伝えしていきますだからそれをしっかり学ぶことですねそれが何と言っても重要だと思ってくださいインプットアウトプットのバランスも合格講座実は復習ドリルというのがついてますからそれを上手に活用することでインプットとアウトプットのバランスがしっかり取れていくってことになっていきます法令科目の中でもやはり憲法民法行政法の回数が とっても多いんですねそこもメイン科目にきちんとフォーカスした講座形態になっていますさらには一般知識も中できちんとやります法令科目と一般知識のバランスもしっかり取れるということになってきますやはり試験の合格のために必要なものまあ3つの戦略って言ったけどその上に来るのがなんといってもバランスだということになるんでしょうこのバランスをとれた勉強が実現できるのがレックの合格講座が入ったこの パーフェクトコースと言われるものだと思っていただくといいです。まあ私は収録を担当していると同時に渋谷駅前本校というところでも授業をやっております。まああのあなたのご都合に合わせてね、受講できる形で お会いできたらいいかなということを楽しみにしておりますのでぜひ2023年度行政書士試験、えー、受けてみようかな合格したいなと思っている方この REC のパーフェクトコースで勉強をしてみてはいかがでしょうかというそんなお話をさせていただきました3つの戦略ぜひ覚えて勉強をスタートできるようにしてみてくださいでは最後までご覧いただきましてありがとうございました